皆さん、こんにちは、りょうかです。ここからですね、こちらです。プリーン。僕が仕方の時に使うカバンの中身を紹介していきます。カバンの中身。はい、今回はこのね、僕がお仕方っていうか、ライブに参戦する時とかに使うカバンの中身を紹介していくんですけど、なんと今回は、ロベルシングさんとのコラボで、そう、コラボっていうかタイアップで、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ロベルシングさんとのタイアップ動画で、このね、プリーンロベルシングスのお仕事トートバッグを使って、カバンの中身していきます。で、今回はエナイプンのライブに参戦する時の想定で、カバンの中身をやってみました。ほんとガチ使ってる中身。本当に使ってるやつ。入れてます。本当に最近は、この時期本当暑いんですけど、真夏ではないけど、ちょっと暑い要素も入ってるかも。暑さ対策要素もあるかも。少しだけね。で、本当にこのお仕事トートバッグ、ロウエルさん、すごくて伝えたいこといっぱいあるので、もうそこの動画全て言いまくります。はい。で、先には僕が、おたかつじゃなくても使っている、ものを紹介してます。プリーンこの、ケロロ軍曹でありますの、カバンの中身じゃない、ポーチの中入ってるのが、ブレスケア、違う、ミンティアとか、リップは普通にリップとか、充電器のコードとか、あと、靴ずれしないようには、一応絆創膏とか、あとなんか、香水の詰め替えみたいなやつとか、あとリップ、薬用、プルプル系の、リップ、ピント当てる、リップとか、目薬とか、あとこの、一人でライブ参戦することが多くて、このシャッターボタンっていうの、シャッターを押す。シャッターリモコンか。一人で写真撮るときに、こうやって、よく使います。これが、お高ずじゃなくても使うものですかね。あと、日焼け止め。絶対必要。日焼け止め絶対入れる、僕、この時期。うん。と、汗拭きシートも入れます。ね、大汗とか、あと、ハンカチも本当に、まあ、冬も手洗うけど、この時期本当汗が本当やばいので、はい。本当だったら長いのもあるんですけど、まあ、ハンカチを持っていく。タオルハンカチ。あとは、プリーンこの、ハンディファンも必要ですよね。うん。僕は、外で使うっていうよりかは、いろいろやってから会場入って、もう、ブーって感じで、僕は結構、会場は、1時間ぐらいか30分、1時間ぐらい前に入りたいタイプなので、もう会場してトイレ行って、わーってやって、もうずっとここでもう進んでライブに挑むって感じのタイプのオタクです。あと、ティッシュ。たまになんかね、鼻水とか出ちゃう時もあるので、ティッシュも持っていきます。あと、お財布です。順番バラバラなんですけど、まあ、これがオタ活以外のものです。はい。これがあれば、最低限は過ごせるかなって感じのやつです。で、こっから。まあ、メガネしたかった。メガネつけました。本当にこれ、すごくて、いろんなびっくりポイントが、我々のために作ったんだなっていうか、すごいです、本当に。やっぱり出すよりも詰めた方が、オタク感があると思うので、ちょっと、詰めながらやろうと思うんですけど、で、まずその、ロベルシングスさんの、このお仕事トートバッグは、この、プリンカラー展開が2色あって、このブラックとアイボリーの2種類あって、こんな感じで、使い分けっていうか好きな方を選んで、最初僕はブラックを選んだんですけど、こっちアイボリーこんな感じ。ミニバージョンもあるらしくて、可愛いよね、ミニバージョンもあって。ね、僕は本当に大荷物なので、僕にはこっちが合うかなって感じです。本当にシンプルなベーシックカラーデザインだから、ライブ参戦のコーデとか、僕たちの衣装とか、おしゃれとか両立できちゃうし、ナイロン素材だし、男女兼用ってか、本当誰でも使えちゃいます。で、名前がね、お仕事トートバッグ、カタカナでお仕事トートバッグっていうにも理由があって、そう。お仕事と、お仕事をかけていて、ほんと、令和の一休さんです、ほんとこれ。令和の一休さんカバンっていうか、そう、お仕事と、お仕事に分けて、使えるよってやつ。すごくない？ほんとにさ、こっちだけ見たらさ、みたいな。あ、黒いカバン背負ってんだな、みたいな感じの人だけど、こっちやったら、うわ、エンジンこいつエンジンやこれやるとってなるよね。かわいい。だから本当にお仕事にも、遠征にも、出張にも行けちゃう、もう大容量バッグです。ほんとめっちゃ入る。私さっきからちょっとチラチラ見せてるけど、クリアポケットと、無地の両 A 面。それ両 A 面だから、B 面はありません。すべてダブルタイトルで。はい。ダブルタイトル曲です。だからおたばれしなくていいよねっていうか、別にバレてもいいけど、なんか、なんて言えばいいんだろう。私は一人と暮らしたいですって時はこっちやって、いかがライブやーって時はこっちでやって。そう。両面使います。本当に魅力伝わってますか？本当に。これ本当びっくりしたの最初見た時に。いいやんって。で、これうちはね、僕いつもうちは買う派なんですけど、写真とか大好きで、推しの写真が印刷されているものが大好きなので、うちわとか買うタイプなんですけど、これがね、うちわ問題って結構あるじゃん。どのカバンに入れようみたいな。それが、なんと、見てください。この、見えてるこの、ここ、わかるこれ、ここになんと、ちゃん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 。ぴったり入るの。しかもボタンついてんの。よくない？これわかる？うちわ入れて、ここで閉めれんの。ボタンでこうやって、ほら。よくない？しかもこの中身、わかってる。この、なんて言えばいいの？この、ナイロン素材っていうの。だから、なんていうの？傷つかないかな、つくかなって、考えなくていい素材っていうか、ほんと、わかってるっていうか、韓国タイプっていうか、このデカ丸うちわも、イメージピケットも、入ります。で、僕本当に欲張りな人間なんですけど、推しが2人いるんですね。本当に推しが2人いることが結構多くて、2枚持ち歩くこともあるんですけど、なんと2枚入っちゃいます。やばいよね。日本でよくあるこのジャンボうちわも3枚目として入るし、ボタンも閉められるし、最高じゃない？で、しかもこのね、手ファスナー、上にこのファスナーがピーって、ほら、いいよね。あー、てかその、まず自立する、彼女は自立する。自立します。はい。で、まだあって、で、なんとオタクをね、最高に満足させる機能があって、なんと、ポケット10個あります。10個あんの。数えますか？クリアポケット1。で、ここにも、ここに2、横にね、3、4、さっきのうちわ、5、で、そのうちわの下にあるこの、6、こうサイドにある、7、こっちのサイドに回るポケット、8、9、10。何をしても荷物が増えてしまうので、ほんとポケット大好き。ほんと助かるっていうか、ありがたいです、ほんとに。ありがとうございます。ポケットありすぎて何入れようか迷っちゃうもん。僕はこっちに、うちわの向かい側にお財布とか入れてて、あとこのアクスタの土台とか、こういうアクスタの土台とかを入れていて、あとティッシュとか入れたりしたり、サイドのポケットがめっちゃこの中のサイド、外ももちろんいいけど、この中のサイド、本当にめっちゃドリンク買うんですね、お茶とか。で、いつもでかいカバンって言っても、いつもお茶とかこうやって探しながら、ライブ中にこうやって、ふふって飲みながらやってるんですけど、これサイドにあるから、これサイドにね、お茶が入るから、めっちゃいいの。しかも、これね、これファスナー閉めるじゃん。ライブ中に、ここの隙間から取れんの、お茶を。最高じゃない？これ本当に嬉しい、ここ。僕、推しポイント、ここ。だし、反対側には、まあ、もちろん、お茶とか水入れていいけど、ペナットとか入れればいいし、てか、ペナットってライブ中、公演中以外でも使うじゃん。写真とか撮ったり。すぐスルッて撮れるから、めっちゃいい。このサイドに入れとけば、このサイドに入れて、こんな感じで過ごして、あ、会場ついた。あ、写真撮んなきゃ。カシャってできる。このサイドのポケットめっちゃ好き。しかも、プリーンはさっき見したけど、その、ショルダー付き、まあ、取り外していけるんですけど、ショルダー付きでもいけるから、ね、ツーウェイ。こんな感じで。可愛いよね。あと、これ、めっちゃいいなと思ったのが、さっきの10ポケットの中に入っていた、ここのね、クリアの後ろのポケットを、こう開けれるから、こう開けて、スーツケースを用意しててか、スーツケースがある方は、ここスーツケースの、取れるの。もうここに携帯とか入れちゃえば、写真撮れんの。すごくない？これめっちゃいいよね、こうやってさ。あちら。やばい、こっちとか。できるよね。そう、だから僕みたいには一人でライブに行く方にはもう大助かり機能、本当にこれ。お気に入りです、ここも。で、僕がよく持っていくものは、結構思ったよりのが少なくて、まずはこの大事な、プリントレカね、本当に大好き。ライブ会場でも撮るし、行きの新幹線とかでも家で撮るし、あとは、まあ、帰った後ホテルとかでも撮れるし、ライブ行き終わった後の後日カフェとかでもトレカは絶対使うので、トレカはね、必要です。ほんとトレカは本当に大切です。僕のキーパーソンです。これは100均のケースに自分で取りました。あと、電池絶対必要、ほんと、ペンライト。まあ、多分場所によって、わかんないけど、元から電池が入ってるタイプのやつ、ブルセットとかもあると思うんですけど、そうじゃないタイプは自分で電池変えるので、絶対まあ、あっちも買ってもいいけど、うん。忘れたらだってあかんで。とか、まあ、さっきも言ったけど、このアクスタケースね。で、そう、アクスタケースも、僕いつもこうやって持ってってるけど、こっちにあるから、もう、こっちに入れちゃえばいいんだもの。見える収納っていうから、こうやって。あ、ここ閉ざなきゃ。イエーイでできるので、これめっちゃいい。見えるしさ、やっぱりライブ会場行く時って、一応、まあ僕は結構、誰か通りすがる人に、この推しですよ、このアイドル好きですっていうのを見せたいので、見せなくてもいいか、見せなくてもいい人もいると思うんですけど、僕は結構好きな部分です。あとここにもね、めっちゃ簡単、楽につけるタイプのこのカバンのところがあるから、めっちゃ嬉しい、めっちゃ便利。このトレカとかつけてみたり。あとオタクグッズは、アクサとトレカとペンライトがあれば結構僕は結構満足なオタクなので、あとなんだろう。充電器とイヤホン絶対いる。もうこれはまあ、オタ関係ないけど、1日以上か、オタかわかんないけど、ずっとさ、携帯は必要じゃん。チケットが最近デジチケだったり、写真もいっぱい撮るし、すぐ充電なくなっちゃうので、絶対モバイルバッテリーは必要だし、危ない。移動中の時にイヤホン絶対必要なので、イヤホン入れます。危ない。これでいいとは僕結構カバンパンパンなんですけど、こんなにね、めっちゃ、まだね、入りますよ。パソコンも余裕で入っちゃうし、何がいる？やっぱりこのでかいペンライトバージョン入るかなって感じなんですけど、入れてみましょう。入りました。ペンライト2本でも入ります。めっちゃ入る、これ本当に。私、あと双眼鏡とかいる方は絶対めちゃくちゃ入る、普通に入るし、あと会場とかで配られる紙とかあるじゃん。手で持って帰る時もあれば、もうカバンにもう折って持って帰る時もあるんですけど、このうちらのところに多分入れれば大体のもんは多分折り目はできずにできると思うので、それもいいよね。それぐらいかな。忘れもない。トレカとアクスタとうちわとペンライト。あとチケット。まあ、それは各自で、電子の時もあれば、紙もあるんですけど。あと何がいる？多分これぐらいだし、まあ多分これからね、会場に行ってグッズを買ったらグッズも入るし、CD も買ったかも買っても入るしね。最高です。はい、というわけで、いつもこんな感じの荷物でライブに行っています。上半期もいっぱいライブ行きたいです。本当に楽しもう。最後まで動画見てくれてありがとうございました。また動画投下しますね、みんな。バイバーイ。じゃあ、ライブ行ってきます。イェーイ。あ、仕事で行こうかな。楽しかった。